はい、どうもこんばんにちは、ゆたろうです。今日はですね、ある靴をちょっと履ける機会があったので、それを履いてみようと思います。こちらです。この靴の特徴がありまして、はい、ちょっと待って、こう回して靴紐を締めるやつ、これさ、山火事の映画でもさ、多分メーカーは違うんだけど、山火事最初登るときカリカリカリってやってたんだよね、うん、だからちょっと憧れてた、そういうギミックの靴はある。で、今やってみたいね。これでこっち、あれ巻いて、あ、押さないと、こっち、ああ、押す感じ、広げたいか、押さないとダメ、一回押すんだ、そうそう、ああ、なるほど。で、巻いてリリース、押して巻いてリリース、これで靴紐を締めるらしい。まあ、グリップはね、まあ、わからないけど、まあ、ちょっとこの使用感をちょっとレビューしていきたいと思います。はい、いってきます。今全部一応緩めた状態にしてて、ここがね、なんていうのかな、靴下みたいな感じで、もこれをまずちょっと履く感じ。サイズはね、自分のサイズ、ちょっとね、ここ入れづらいな感じがある。じゃあ先両方足入れようか。あ、こっち、あれだな、履き方かな。今全く閉まってないから、それを全部で、そこから閉めていくと、1個の下の方は2個連動して閉まっていく、こうやって。上のやつはここの部分だけ。ああ、いいね。チョコの方が緩くない？で、こっちも一緒。どっち回り？こう回りだ。ああ、まあいいかもね。フィット感的には。だから、ちょっとチルい時は緩めて、よし、動くか。なんだ、押した、あ、押してない。まあ、普通の靴と変わりはしないかな。ここが靴下っぽくなってるのもあんまり気にならないと思う。限界まで締めてもそこまで不快感はないかな。ちょっとレールプレスしてみよう。ゴツゴツめだから、人によっては苦手な人もいるかもしれないけど、曲がり具合とかも結構違和感なくいける感じ。あと壁、こっきの壁にペンキ塗ってる壁なんだけど、もうかもね。よしよし、緩めの楽なのいいね。そうだね、結構今ちょっとやってた思ったけど、パルクールやってた時ロールここするじゃん、うん、ああ、こう起き上がってたね。もしかしたら人によってはこういうロールする人じゃん。だよね、人によってはするかもしれない、そのモーターっていうか、はい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 、ね、今これ擦ってる音だから、うん、今ので結構擦れちゃった、ほら、これでちょっと削れちゃった。結構いくね、結構するね。なんか落ちたもん、ね、かけらみたいな。で、これちなみに左右でネジを回す方向は違うんだよね。前にこう送る、どっちも時計回りとかじゃなくて、あー、両方とも前なんだね。そう、両方ともこう前に送る感じ。なるほど。あれ、え、嘘、あ、じゃあ押せなかった感じだね。普通にマジランニングとかだったら超便利そうだね、走ったり。あ、ゴムの質感はすごい、なんかペタペタするぐらい。さてみ、まあ、メガグリップだからね。あ、メガグリップだわ。あ、メガグリップってなんか書いてあったね。書いてあった。
で、なんかまあ壁の相性問題はちょっとあるっぽくて、ちょっと聞いてもこういう感じだと、まあ、ちょっと噛む感じするんだけど、こう曲げて蹴ろうとした時にちょっと滑ってくんだよね。だって感覚的には結構柔らかい感じなんで、靴自体も。でもまあこういうゴツゴツで、まあ、面積が少ないから、設置面積がちょっと力入んないで滑っていくなって感覚は、まあ、少しはある。でもちょっと滑ってる。疲れた。次クッション性いこうか。ネクストは一応クッション性、まあ見た目の感じで結構厚めのクッション入ってるんで、それで落下してどんな感じかな。いいよね。ああ結構いい、すごいいい。軽さもいい。グリップちょっと微妙かなぐらい。あ、ちょっと緩んだ後とか締める。緩んでくるもんなのかな、動いてると。ちょっとしばらくやってみようかな。気にはならない。よし。あ、多い。まあでも全然問題ないって感じ。だった。ハコ。見てここ。ほら。ああ、ムニムニしてんだ。逆にムニムニしすぎてるかもしれない、うん、人によっては。こういうの好きな人もいるし、クッション性がいい分、うん、握ってるわけだ。バーとか今ちょっと走ってて少し感じた。よし。で、まあ、あでもちょっと緩んでんのかな。まあ気にはならない、まあ動けば緩むっしょ。まあそうだよね、って感じです。あの面白い靴だと思います。以上です。また次回の動画でお会いしましょう。はい、って感じでね、あの今これあの履いてみて、まあ、ちょっとウォーミングアップしながらこれ使ってみたんですけど、まあ、特にねお気になるような悪い点というのは、まあ、強いて言うんだったらグリップの部分、うん、グリップがゴツゴツしてしすぎてて、人によっては壁が滑るかもしれない。でもあとはクッションはすごい分厚くて柔らかくていいですね。だから衝撃吸収とかはしやすいかもしれない。でも逆にそのクッションが柔らかすぎてこういう左右のブレが出る時もあるっちゃう。でもそれも人によって気にするかしないかって感じかな。でこれはまあすごい締めやすい、まあ、そこはすごいいいなと思ったし、靴紐ほどけるの気になる人は気になるからね。レスキュー隊結びするしかないじゃん。じゃん。まあこれはもうすごい、すごい面白いなと思う。あとなんかあるかな。フィット感はもちろんいい。ここのフィット、ここが靴下っぽくなってるのは気にならない。で軽いかな。まあ他の前の動画でも言った通り、靴ってその自分の中でポイント何個か決めて、軽さと、クッショングリップと、まあ値段もそこそこ自分が買える値段かっていうのを確か紹介してると思うんで、まあそういう面だったらちょっとグリップぐらいかな。これは譲れないな俺は。レールとか別に滑るわけじゃないけど、壁ちょっとだけ滑るかなって感じ。うん、ネガティブすぎ。いや、いいんじゃない。だね。まあそんな感じで、あの見た目もすごいかっこいい靴なんで、もしよかったらチェックしてみてください。って感じで次回の動画でお会いしましょう。プラスチックのところに言ってよ。いやこれプラスチックの部分は、うん、バーっていただけ壊れちゃうかもしれないよね。あとさ、ここ緩めた時に、うん、さっきちょっと一瞬だけ気になったのが、ここがこういう風に引っかかっちゃう時あったんだよね。あ、それちょっと怖い、ね、まあ大丈夫だろうけど、紐もちょっと強いかわかんないけど、 そんなにビローンって伸ばすことある、ね、まあ、伸びた1回こうした時に、うん、ランニングシューズとしてはかなりいいらしいね、この感じだと。そうだね、うん、フィット感いいし、
グリップ逆にこのクッションもやっぱ分厚い分足の疲れもいいと思う、うん。パルクールってなった時にやっぱプラスアルファで考えなくちゃいけないのがグリップ。そうだね、そこだけあの履いてみて合うか合わないかって感じかな。なんて言ってもここがまあかっけえってのはあるよな、うん、普通にそれはある。多分普通にめっちゃ上がると思う、うん、いやあるかっつってシューみたいな。めかめかしいよね。めかめかしいね。この音もいいよね、ギコギコして。ああそうだね、やるぞ感っていうか、うん、っていうのがいいかもしれない。でもプニプニしてるね。プニプニしてるよね、うん、レールバランスとかしてみると結構顕著に出る。好み分かれるよね、結構こういうタイプの靴って。あ結構怖い、レールバランス厚底履いてるみたいな感じ、うん、そうだよね、不安定。うん、うわ結構怖いわ。そうだよね分かる、こんな感じ。まあ、やっぱね、あのグリップがあの厚い分ね、ちょっと人によってその感じ方はあります。でも正人はこの足がキュッとなるのが結構心地いいらしいんでね。普通に履く分にはいいよね。うん、